Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person in need. And they're counting on you to deliver. ですね。まあ、社会を、世界を見てみて、当時ですよ。まあ、今もコロナ禍でそういうことが起こってますけど、まあ、世界が分断されたり孤立化していると、まあ、これはアメリカもヨーロッパも世界的にそういう情勢があって、で、まあ、そういう中でも、インターネットっていうのは世界でつながっていて、 SNS も気軽に遊べるようになっていて、Wi-Fi とか電波でもね、世界がつながっていると。そんな中でもやっぱりインターネットの中でも分断して孤立化している人が多いと、つながっているのに、まあ、こう争いがあったりとか、いじめがあったりとか、そういう社会の中で、ゲームの中で皆さんがちょっとホッとするようなつながりを作りたいというのがあったところからのスタートなんです。とは言いながら2016年というのはまだブレグジットも起こっていませんし、当然アメリカも前回の大統領選挙が始まっているところで、実際多分多くの人が現状のようなトランプ政権になるとは思ってなかったと思います。でところが、デスストランディングのお話というものを、設定というものを進めていくに従って、現実世界ではまさかの、トランプ政権が誕生するかもしれない、あるいはブレグジットが起こるかもしれない、でそれに伴ってカリフォルニアがアメリカから独立するかもしれないみたいな話も生まれてきたのが2016年の後半から2017年だったと思います。なので、どちらかというと現実世界を見てこうなるだろうな、アメリカって分断されるだろう、世界が分断されるだろうっていうことを考えたというよりも、やっていくうちに何か現実が、まあこれ自体はあまり楽しいこととか喜ばしいことではないですけれども、追いついてしまったっていうのが、作業というか執筆活動、これおそらく監督もそうだと思うんですが、している間に思ったことです。実際にデス・ストランディングの、作業というかあれが、まあ、佳境になった頃によく監督と話をしていたのが、日本の SF 作家の小松左京の話を時々してるんですね。で今特にコロナのこのような状況で復活の日という、彼が書いた、小松左京が書いた長編小説があって、まあ、それが、多分1980年ぐらいに、映画化されていて、それが今またよく見られているっていうのがあるんですけども、これは結局、人間が作った細菌兵器が人類を全部滅ぼしてしまって、南極基地に生き残っていた、わずかな人類が、復活の日、まさに復活の日をかけて、明日を目指すみたいな話なんですけども、今回のデス・ストランディングも、図らずも、このちょっとコロナの状況、人が外に出ていけない、分断されてしまっているという状況を、ある意味言い当ててしまったというところで、ちょっとその小松左京の、もう未来を見通すような、作家性と、小島秀夫監督の未来を見通す作家性って似てますよねという話をよくしていて、で、まさにこんな風になるとは僕らも思ってなかったんですけども、なので、これは個人的な意見として、小島秀夫監督というのは、現代の小松左京に近い作家性というか予見性を持っている人なんだなということを思いました。Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then.Came the next explosion. An explosion that will be our last.